だいぶ霧が晴れてきたんですが、まだまだちょっと霧が多いです。こんな中寛平さんは何をしているかというと、喫茶店でちょっとお茶飲みながらヨーロッパの地図広げてます。あの上に行けへんなんだら、もうこれ通り越してあの、うん、イランこの辺まで行ってんねんけど、もっとこれね、もっとこれ分かりづらいと思うんですけど、蛍光ペンでね、こう単純に直線距離で引いてあるんですけど、こう上行って、これコペンハーゲン、これコペンハーゲン、こう下を置いていって、こうベルリンとか、こうドレスデン、プラハで、ブダペスト、ベオグラード過ぎて、で今ここ、この辺なんですけど、これね、直線にしてね、こう来てるの、こう行ってる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 、もう多分この辺です。この辺、これ地図に載ってるこの辺です。この辺。はい。そうすればですね、こうイラン過ぎてますよね。そうです。パリからこうなんていうんですか、ミラノとかですね、こうベネチア、ベネチアとかですね。このその有名どころ、この辺通ってない。この辺。いやいや、上行っちゃったから、でも上、いや一応上でもこう、だってこうハンブルクとか、こうベルリンとか寄ってんですよ。こうアムステルとかも寄ってないやつ、ドレスデンもプラハも寄ってんですよ。一応有名なところ行ってんですよ、寄りながらも。ただ遠回りしてるんですよ、ね、ヨーロッパもついに終わりに近づきました。どこまでがヨーロッパ、ここまでがヨーロッパの地理的には、こうイスタンブールがここなんです。アジアとヨーロッパの境目、橋はだったら、あの中近東の辺に、もう間もなくですよ。もうすぐアジアに入ります。じゃあもうちょっと茶飲んで待ちますか。そうですね、全く見えません。でもちょっと晴れてきたか、だいぶ晴れてきたんですよ、だいぶ晴れてきた、出てきたんですよ、だいぶ。こっちはもう全く晴れない、太陽が出てる。えらい遅れたな、ね、まあしゃあないですね、これね。今ちょっとコーヒーでも飲むか言って、はい、一応ずっと待ってるんやけど、はい、飲んだことのない、はい、トルココーヒーを。トルコってドロコーヒーのこと言ってます？ドロドロコーヒー、下に溜まってるんでしょ。そう。いや、いいじゃないですか、美味しいですよ、ドロコーヒー。上澄みだけ飲むんですよ。分かってるよ、分かってるけど、美味しい、美味しいです、ね、すごいね。これちょっとあの目薬さそうかなと思ったけど、目薬いらんもん。目覚めちゃうよ。泥コーヒーはうまいですよね。飲んだかな、ありますって。こう下にこうコーヒーのカスがこうドバッと溜まってるやつですよ。もらってるよ、泥がいっぱい溜まってる。泥ではないですけど、通称泥コーヒー、うん、すごいわ、初めて飲んだ。何時なんだよな。本当ですよ。もう10時5分前ですよ。すいません、まだ待機でお願いします。これはちょっとね、見えなさすぎますね。いくらその黒字で書いてあってもダメです。わわわわわわ、なんなんだよこの人、引く気満々だよ。びっくりするやん。これはちょっとダメですね、危ないですよこれ。少なくても警察から連絡が来て合流するまでは待った方がいいと思いますよ。晴れるか警察が合流するかを。これですもん、ちょっと見えてない、これ見えてないですよ、これほら、もうあっちの方
か分かんないですよ、危険ですよ。しょうがない、待機しましょう。そうやな、歩道はあそこだけやからな。そうなんですよ、そうなんですよ。歩道はここ町、この町を出たら、まあ、ここから3キロぐらいなくなっちゃいます。まあ、なくなっちゃいます。とりあえずこの歩道があるとこは行っとこうかな。3キロぐらいです。3キロぐらい行きます。これ、うん、危険ですよ。歩道ある、あんのかな、ほら。いやー、俺すぐそこで終わってると思うんですよ、この歩道。先が見えないから何とも言えないですけど。でもまあ歩いてでも多分走るの無理やから。ああ、そうですね、歩いて、歩いて3キロでも前行ってた方がいいかな。そうですね、歩いてにしましょうか。まあ、ちょっとでも前行かんと、はい、だからあれ取りに行くわ、あれあるわ、あれ、あ、それ取りに行って、来ました。さあ、その背中をどう見るんでしょうか、この人たちは。あ、女の人だ。しかもちょっと綺麗な人じゃないですか。
ブルガリアとトルコの道はこれよりも危ないと言ってますよ。うまい。でも、あそこにレオランドに入るまでは、もうどんだけ引かれかけたか。Dok nismo došli do Beograda, išli smo i u stari Novi Sad. Ne, iz Novog Sada smo išli. A, stari, onaj. Pa se ovo ono malo, malo poskoči sa strane. Tavu,走りながらこれ1万回来たわ。Sigurno jedno 10.000 puta u kraju. To je gleda. Pa to je nekako neki desku vizu u kraju. Znaš kava. Pa kumira u Gvorinske. Pa kuma je na Gvorinske. Kuma je. E, Nihon te donna imeđi ga onda? Šta vam prvo padne na tim? Japan. Šta si rekao? Samuraj. Ja, pa samuraj na onda. やっぱ三船敏郎そうじゃないですかね。かな。七人の侍。セーム侍。さん左側あこれこれはすごいな。いやさっきからこう軍服の人が多いなと思ったんですよ。街の中ちょっと軍服の人を見かけてたじゃないですか。だから多分軍の施設がどっかあるんだろうなと思ってたんですけど、まさかこんなに武器が合う。助かったな。